今日も勝利を頼みます鹿児島で。これは作るのにどんぐらいかかるものなんですか。打てた。ベネトーレイト、どうもリベロです。今日もリベロチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日2024年6月30日日曜日、明治安田 J2 リーグ第22節清水エスパルス対アジアの岡山の試合でございます。見慣れない背景が映っていると思うんですけども、実はすでにこちらアイスタンの中におります。でね、いつもはあちらのゴール裏の方で見ることが多いんですけども、今回ちょっとね、さまざまあのチケットを譲っていただいて、こちらメイン側の SS 席で見ております。すでにね、選手も練習を始めておりまして、竹内選手とあと藤田伊吹選手がいますけども、これ今日初めて知ったんですけど、岡山の竹内選手のちゃんとうちのね、ちゃんと引き継いでくれてるんですね。後で動画載せると思うんですけど、めちゃくちゃ嬉しい、聞けて嬉しかった、ありがとうございます。しかもね、今日竹内選手先発ということでね、あのアウェーでは散々ね苦しみながらも勝ったんですけども、ここ最近エスパルスなかなか勝てていないので、ホームからね、またホームから始めていきましょう。今日はあのこの間雰囲気をすごい途中出場ながら変えてくれた松崎海選手が先発出場ということで期待しております。もちろんその他の選手も期待しているんですけども、特に注目して見ていきたいと思います。で、今日ちょっと雨がね心配されたんですけども、今日が出てますね。ちょっと逆光になってわかんないかもしれないんですけども、あの IAI の看板の向こうに日が差しております。暑いぐらいですね、まあ、明日から7月なんで、まあ、暑くても不思議じゃないかって感じなんですけども、ビールを飲んで水分補給していきたいと思います。から近いです。あっちがいつも見ているゴール裏でございます。今日も勝利を頼みます鹿児島で、よろしくお願いします。リベロチャンネル、これなんかツイッターでお見かけしたんですけど、ツイッターで、はい、告知させていただきました、はい、子供たちの塗り絵をもとに、はい、あ、はい、なるほど、はい、でそれをラッピングするっていう企画で、あれがスクールの、そうですね、はい、ハイエースです。あ、じゃあ元々は子供が描いて、子供たちが彩色をしたっていう形で、僕が図面を全部考えて、はい、ああ、ちなみにお顔は出ても大丈夫、はい、あ、大丈夫です、はい、ありがとうございます。これは作るのにどんぐらいかかるものなんですか。これはでも1ヶ月ぐらいですかね。うわー、ありがとうございます、はい、さっきのイラストがこちらのスクールのバスにもそのまま印刷されてるらしいです。これなんかこういうのが広がったらいいですね、子供たちと一緒に作るっていう、素晴らしい。
燃えよ心の消防ヴィタレヴィトリアエスペランサ燃えよ行け行け行け弾道だったすごいエスパーセスパーロッコ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 ゴンダーゴンダーゴンダーおいヘイすごい声だこれ入ってるかな、ね、秋葉さんの声、ねね、エスポーズエスポーズ打たせんな打たせんなThank you.
おい、ここはアイスだ、俺たちの方、ここはアイスだ、俺たちは負けない。さあ、まだまだこんなもんじゃない、これからも夏も共に行こうぜ。 We are one fighting We are Sibis Assholes。 庭見たかあのファイトをペンライト忘れました。ホームですね、千葉戦になりますけどもお願いいたします。必ず全員の力が必要になってきます。よろしくお願いします。チャンネル、お疲れ様でした。3試合ぶりの勝利でございます。やっぱねホームでは勝てるんだよ、ホームでは勝てるんだよ、これをアウェーでも見せてくれよって感じなんですけど、素晴らしいピッチと、ね、もうほとんど今帰っちゃってますけども、ここに集まったサポーターの力で勝ったのかなと。ただね、あのアウェーの地にもサポーターはここほどではないにしろ駆けつけていますんで、駆けつけたサポーター、そして画面の前で行けなくても見守っているサポーターのためにも、アウェーでもアウェーでも勝利を届けてほしいです。よろしくお願いいたします。その前に次、またホームでここで、ジェフユナイテッド内原千葉戦が待っておりますので、次も来ますので、まずねここで勝ってまず2連勝、そして次のアウェー大分戦で、3連勝と、ここからまたね波に乗っていきましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お疲れ様です。あんま泣かないでもないですから、あー今年はもう泣いてないつもりなんですけど、ね、はい次も勝ちましょう。ありがとうございます。そしてお疲れ様でした。お疲れ様です。ママの、はい、マジそういうのもんです。ぴったりですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。良かったですね。ね、ずっとねアウェー、ね、はい、行ってくれてるのも見てるから、 ね、それでも勝てなくて悔しい思いをしてるんでね、その分ねホームで勝ってほしいと思ってたんで。ありがとうございます。その前のホームの藤枝戦私行けてないんですよ。ああそうか、じゃあ見れてないんだね。ずっと連敗を見てたんですよ。いやだから本当にそれだけねアウェーに行ってくれてるってことなんで。山口、愛媛、秋田、はい、もっと前で横浜 FC、まあ、とにかく3連敗4連敗からの今日なんで安心感が強いです。ほんまに良かったです。ホームはねなんかもちろんね岡山強いと思ったけど、うん、なんだろう、あんまり負ける気がしなかったというか、そうですね、あの、ね、舐めてるとかじゃなくて、なんか出だし初っ端から安定感がありましたね。ね、あの秋田の時とかにはない、うん、なんかこうちょっといけるんじゃないか感がありましたね。ね、今日の初っ端から、だから1-1で追いつかれた時はちょっとやばいと思いましたけど。でもそんな心配してなかったけど。ですか。まあね、アウェーもいっぱい見てるからね。そうですね。で、アウェーでもこういう試合が見たいね。見たいですね。私たち秋田で、うん、三浦さんも特に隣で、ね、もうめちゃめちゃ応援されてて楽しんで、うん、ただホームであの今回負けなくて、それがもう安心感がすごいです。うん、私ね、これがね自信になってアウェーでも、ね、そうですね、勝ってくれると。そうですね。あとどうでした、あの普段ねうちら大体ゴール裏が多いじゃないですか。はいはいはい、こういうメインのところから見て。
めっちゃ良かったです。すごい選手が近くて、ねね、ずっと言ってたもんね、近い近いです、ね、感動しました。あとはゴール裏が、うん、あのあ今は、ね、誰ももいないですけど、うん、あのやっぱゴール裏ってかっけえなって思いました、ね、外から見るとまた違うね。そうかっけえと思って、うん、あそこの一員に普段慣れてるんだっていうのが嬉しかったですね、うん、なるほど、はい、じゃあありがとうございました。急に去ってくれ。まあ、そんなこんなでね、次の千葉戦も強敵ですけども、あのアウェーの千葉でも、アウェーの千葉は 3-1 だったっけかな、違ってたらごめんなさい、確かね 3-1 だったと思うんですけども、あのスコアほどの、ね、差があったわけじゃないと思うんで、次もギリギリの戦いになると思うんでよろしくお願いいたします。噛んじゃった。よろしくお願いいたします。あとね、あのジェフのサポーターの皆さん、去年はあの国立でやったんで、まだねあのアイスタに来たことない方ももしかしたらいるかもしれないんで、ぜひねあの国立とはまた違った、国立ほど広くはないですけど、あのこの素晴らしいピッチ、この素晴らしいスタジアムを、体感してくれたらいいなと思います。ぜひぜひ。噛みすぎだろ俺。ぜひぜひいらしてください。よろしくお願いいたします。じゃあこんなところで、のリベロチャンネル最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしちょっとでもいいなと思ってくださったら、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。タサポさんも大歓迎です。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。リベロチャンネル、リベロがお送りいたしました。グルメ動画の方、後日川口プロデュースのチャンネルで公開しますので、またそちらもご覧ください。よろしくお願いいたします。バイバーイ。雨が降ってきました。よかった、試合中降らなくて。風邪ひかないように皆さん。お疲れ様です。お疲れ様です。ヤングちゃん。ヤングちゃん。ちょっと待って、そんな可愛いもんじゃないです。ヤングッドチャンネル。ヤングッドチャンネル、ヤングと申します。最近は動画の方はあんまり上げてないです。多分開幕戦以来。あ、そっか。ただ皆さん試合は来てます、実は。あ、そうなんだ。こっそり来てました。言ってよ。言ってよ。いろんなところであのキッチンカーで。そうですね、はい、ホットドッグを。いずれこのアイスターでも。はい、やるのが目標ということで、まあそうですね、出せれば嬉しいです。藤枝のホーム戦でキッチンカーを出して、それは正式に、もちろん正式に。まあね、潜りでやらないですね。じゃあのもしあの藤枝サポーターの皆さんであの見てる方がいらっしゃったら、ぜひあのキッチンカーの名前は何でしたっけ。ニコニコヤングと言います。ニコニコヤング、ホットドッグを、はい、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、次の、千葉戦もいらっしゃる。いや、ちょっと仕事お仕事で出ませんが、仕事しながらダゾーンを見るというのは、ね、なるほど、はい、できますので、じゃあ年だけ送っていただいて。そうですね、あの、はい、毎回送ってます。ありがとうございます。じゃあ次回はあのヤング君の分も私が応援しますので、カシエンさんを届けられるように頑張ります。いい、ね、僕も念を押し続けますので、はい、音を作りながら、はい。またよろしくお願いいたします。はい、とんでもないです。よろしくお願いします。ありがとうございます。急にすいません。ありがとうございます。背番号16ミッドフィルダー、あなたのハートにベルトを巻いた。